18日火曜日午前11時を参りました。ミスチルタイヤが FM 那覇カルチャンプルーナ沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算1たす2たす10たす、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミッチーです。今日もゆたしくウニゲーサビラ。さてツイキャスから早速ありがとうございます。たつさんこんにちは、お茶もありがとうございます。そしてイーサーさんこんにちは、今日もよろしくお願いします。なんかねツイキャスの方がちょっと音が割れてるっぽいかな。ラジオの方は大丈夫ですかね、すぐに直したいと思いますので待っててください。さて今日のコーナー案内いきましょう。毎週火曜日はジュンク堂那覇店週刊ランキング、ジュンク堂那覇店より今話題の新刊ランキングを、発表したいと思います。今日もジュンク堂那覇店のスタッフさんと一緒に、ランキングトップ10を発表したいと思いますので楽しみにしててください。それプラス、今回は、ちょっと新しい試みをしてみようかなと思っております。そちらも楽しみにしててください。ミスチルタイヤガでは世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索するとトップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れているので再生してみてください。そして今ラジオ聞いてるけど後で映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど見たいなって思ってくれてるあなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してあるので後ほどゆっくり見れます。 YouTube で FM 那覇って検索してね。過去の番組もたっぷりあります。その際せっかく YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jp、tayaga@fmnaha.jp、 そして FM 那覇のトップページからもメッセージを送れるので画面左上にある赤いボタンを押してね。気軽に気楽にメッセージを送ってちゃお待ちしてます。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え？クチャっておばあ？クチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。
琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは阿佐田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインとキメが細かく味に深みのあるランプが決闘ですって。憎い。もうダメ、二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨みを引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。飲み放食べ放で2キュッパ。Your radio station。FM Naha。曲をずいぶん長くかけてしまいました。あのツイキャスの方皆さん音大丈夫ですかね。でもね特に何も反応がないので大丈夫ですかな。匿名集さんおはようございます。サボさん早いよ、今日は何点にしようかねってあとねあと50分後だわ。集さん大丈夫ですか、音。ありがとうございます。では早速ですけども皆さんの大好きな純駆動書店那覇店の週刊ランキングと、発表したいと思います。7月17日、付の、発表週間ランキングトップ10を今日も純駆動那覇店のスタッフさんと一緒に、発表していきたいと思います。今日は、単行本担当の金城くんです。こんにちは、よろしくお願いします。後ほどねユーストリームを見ていただけたら分かると思うんですが、金城くんのところ金城キュンってなってんの。金城キュンってなってんの。ツイキャスはこれ映像出ないんですか。ツイキャスはねあの画面の関係でこのユーストリームの方をこのメインにするので、ツイキャスそれ撮っていいですよ、手に。あ、いいですか。うん、全然いいですよ。その代わり集中してね全然見ていいんだけども。匿名集さんありがとうございます。週間ランキングトップ10パチパチということでありがとうございます。あのですね、一応ゲストさん用にあの FM 那覇ではツイキャス用の画面がタブレットと携帯用が2つ置いてあって、今金城くんは6回目にして初、ね、初ツインキャスの映像というかこのコメントを見ながらランキングトップ10を発表できるということなんですが、やった。全然いいです、もぜひぜひ。めっちゃ面白いですね、うん、なので皆さん金城キュンに何かコメントを送ってくれたら金城くんそのまま見てくれてるので、なんかコメントください、はい、そうですね、金城キュンにお願いします。サボさんありがとうございます。昨日は音割れしてたから25歳って言うてもバレへんかったねって、なんやねん本当にもうウケるわ。昨日今日も明日も25歳ミスチーですよ、よろしくお願いします。さて金城くん、はい、早速ですけども今日からミスチー前からやりたかったこの純駆動トップ10の中でやりたいことがありまして、はい、那覇店のランキングトップ10とプラス全国の
ランキングトップ10を比べてみようかなと思って。いいですね。ね、いいですよね。それを今日金城くんと一緒にやっていきたいと思いますので、はい、まず最初は、いつも通り、ジュンクロ那覇店の週間ランキングトップ10を発表したいと思います。いいですか、準備は。はい、はい。では第10位、中村文則教団 X。 第9位、野口、ごめんなさいな、野口俊わー、ごめんなさい、調べなかった。野口俊、書いてない。あ、さとしさん、さとしさん、失礼しました。第9位、野口さとし、漫画でわかる誰とでも15分以上会話が途切れない話し方。第8位、又吉直樹、劇場。第7位、河合雅史、未来の年表。売り切れ本当、ね。未来の年表、人口減少、日本でこれから起きること。そして第6位、西山光一郎、肺炎が嫌なら喉を鍛えなさい。第5位、今泉忠明、続残念な生き物辞典。第4位、堀江貴文、多動力。第3位、渡辺信行、肉、卵、チーズで人は生まれ変わる。第2位、沖縄大学ビズプラス、沖縄の業界地図2017。これも売り切れ。オーマイガー。そして第1位、ピア、沖縄食本。以上となってます。金城さん、私実はですね、昨日沖縄の業界地図2017買いに行ったんですよ。これ買いに来たんですか。うん、買いに行ったのに、はい、なかったです。なかった、なかったんですよ。で、私先週買いに行こうと思って、はい、で先週はこのジュンクロ那覇店のまた違う金城くんが担当で来てくれて、はい、持ってきてくれたので、それそのまま買い取りますって言って、はい、行ったんだけども、私がその後パタパタしてしまって、結局その場で買いなくて、でその後ジュンク堂に行ったんだけど売り切れてたっていう。今日なんかめちゃくちゃありました。あった、はい、なんでめちゃくちゃあったのに持ってこなかったの。いやいや、これもこれそのまま。あ、違うよ、沖縄の業界地図だよ。あ、業界地図、そう、2位の。あ、それもないです。もうないの。今ないです。で、入荷の予定もまだ不明ということで。アギジャビーよー、買っとけばよかったっていうね。本当にショックです。本当見た時に買わないとダメですね。本当よね、うん、だって1ヶ月間ぐらいあったよね。そうですね、もう私が行けないっていうね。本当に良くない。こんな近いのに、うん、ね、本当よね。ちなみにですね、話されますが、ツイキャスからタツさんかな、金城さんは今日も明日も何歳ですかって、まだ若いからな。まだ若い、 3歳ぐらいじゃないの。3歳ですか。私が25だから。一応21です、うん、21? じゃあ普通に22。今年22歳、金城くん。なので今日も明日も22歳、まあ普通に20、とりあえず21歳でしょ、本当に。でも逆になんか、うん、今日も明日も、うん、もう25歳で僕も統一しようかな。一緒にしちゃうんだ。うん、同じだよみたいな感じで2人画面で映ってて、25歳で同じだよって。これ待って、ちょっとウケる。25歳ってもうカッコで、うん、カッコで書いておきますか。わかりました。私もね、25歳って書いてあるんで。あ、そうなんですね。左上にね、私の左上の画面に書いてありますね。本当だ。今日も明日も25歳って書いてあるね。ミッシーだぜ。そう、ミッシーだぜ。ちょっとかっこよく言ってみたっていう。そしてですね、ツイキャスから、又吉直樹さん。もう結構何週も連続で来てる感じよね。そうですね。直樹さんね。そしてね、ごめんなさい。本当にね、在庫がないという、本当にもう恐れ入ります。今回、新しく入ったのがですね、第7位の、河合雅史、未来の年表、うん、人口減少、日本でこれから起きること。こちらが在庫がない。在庫なし。これっていつ発売されたの。担当じゃないやつはちょっと、ね、わかんないよね。ちょっとほーってなっちゃいますね。一応6月14って書いてますね。あ、ほんと。あ、じゃあ、ほんと書いてある。それは失礼しました。あ、そう、全国の方で1位ですね、こちら。ちょっとそれ後で発表しようと思ったのに、それは後で発表しようと思ったのに、本当にちょくちょく出してもいいんじゃないですか。いい、本当。でですね、こんな感じで10位から1位、まあ1位2位は変わらないね。
そうですね、うん、沖縄食本と沖縄の業界地図2017。ただね、この2位がなくなってるっていうのがとってもショックですね。そうですね、うん、ではですね、早速なんですけども、この10位から1位の那覇店、今度は全国版をどんな感じにすると、とりあえず発表してみようか。そうですね、全国版を。いいよ、金城くん一緒にやっとこうよ。じゃあ金城くん読む？そうですね。本当？10位から1位まで金城くん読む？じゃあ僕読みますか。もう全然いいよ、はい、こっちの方がね、大丈夫かな。本はないですけど、まあ、じゃあ、うんうん、全然全然いいよ、お願いします。10位、解決ゾロリの海底探検。こんな感じでいいです。うん、出ていいですよ。9位が、残念な生き物辞典。さっきありましたね、沖縄のは何位だ、うん、5位のやつですね。10位から、うん、あ、そう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 、沖縄のありましたね。ちょっとじゃあ10位から1位までずらずらっと言いますか。うん、もう言ってください。わかりました。了解しました。では私が発表したいと思います。全国純駆動全国版の10位から1位トップランキングを発表したいと思います。第10位、原豊か解決ぞろりの海底探検。第9位、今泉忠明残念な生き物辞典面白い進化の不思議。第8位、ケント・ギルバード儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇。第7位、別冊角川総力特集荻坂46ボリューム4。これ乃木坂じゃないですか。乃木坂って読むの？あ、ごめんなさい、本当にありがとうございます。はい、全然分かってないっていうね。ありがとうございます。第6位、楠木新、定年後50歳からの生き方終わり方。第5位、百田直樹今こそ韓国に謝ろう。第4位、堀江貴文多動力。第3位、佐久間健一モデルが秘密に従う体幹リセットダイエット。第2位、西山孝一郎肺炎が嫌なら喉を鍛えなさい。第1位、河合雅史未来の年表人口減少日本でこれから起きること、ということですが、沖縄とまず被ってるのがですね、3つだけかな、4つ。第1位、全国の第1位の未来の年表が沖縄の純駆動那覇店では第7位、で全国版の第2位の肺炎が嫌なら喉を鍛えなさいは、沖縄版は6位。あとですね、堀江貴文の多動力、こちら全国版は第4位ですが、あ、同じですね、4位。おお、同じ4位だね、うん、あとはないですね。あと生き物、これがね、ちょっと違いますね。そうだね、なんか全国版の第9位は残念な生き物辞典面白い進化の不思議ですけど、那覇版は、第5位、属残念な生き物辞典で、多分ちょっと違うんだはずね。ほうほう、ということで一応3つ、全国版の、1位2位4位に入ってるのが沖縄に入ってるっていう、うん、でもやっぱり随分違うね。違います。沖縄が抜けて、うん、その枠になんかゾロリとか、うんうん、有名なやつが入ってる感じですね。そう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 、びっくりしました。うちの乃木坂のなんか本とか入ってないですしね、うんうん、これって写真集なのかな。いや、ではないと思います。あ、そうなんだ。へえ。体幹リセットダイエットって、ね、これね、沖縄入ったことない。前とか似たようなのなかった。似たようなのあったけど、これではなかった。うん、これではなかったですね。面白いですね。同じ体幹リセットでもなかなか違う本が入るっていう、ちょっと面白いよね。うん、この全国版の第10位の解決ぞろりの海底探検も入ってないしね、沖縄県はね。結構でもレジでよく通しますけどね、うん、あ、ほんと？そっかそっか、うん、ああ、そうなんだ、なるほどね、わかりました。今後入ってくるんじゃないですか、なるほど、もしかしたら乃木坂とかも入ってきそうだね。どうですかね。あ、そう。なんかやっぱ沖縄本にその、うんうん、押されちゃってる感あります。へえ、あー、そう。今回もでも純駆動那覇店のトップ10の中に沖縄に関するものが1、2、あ、でも2つ、あ、珍しくちょっと、うん、2つしかない、やってますね。うんうん、珍しいね。うん、たまにはその
沖縄以外のも見てみたいですけど、うん、ランキングに沖縄がないのも、ね、うんうん、なんかこういうのも微妙ですけどね、沖縄の人として。そうなんでね、1位2位がね必ず入ってるっていう、沖縄っていう名前が、うん、そういうことですね。そしてツイキャスからイーサーさん、先週買っておかないから売り切れちゃうんだよっていやごもっともでございます本当にも見たら買わないといけないですね。本当その通りですね、うん、あの教訓ですよ、見たら買ってくださいその時にね、その時に買ってくださいってことで、じゃあとりあえずですね、今日は初ですけども、あのジュンク堂那覇店の週間ランキングトップ10と全国の週間ランキングトップ10を初めてやってみましたが、金城さん どんなですか。やっぱ人気なやつ、うん、堀江さんの本とかやっぱ被ってるんだなっていうのと、うん、未来年表と肺炎と何でしたっけ、未来年表と肺炎と、多動力、堀江貴文の、これはやっぱどこでも人気なんですねっていう、うん、そうだね、うん、全国版が1位が未来年表で、沖縄では7位ということで、うん、未来の年表、おー、なるほどね。これは今後もなんか入ってきそうですよね、うん、肺炎とかずっといるイメージですね、うんうん、確かにトップ10内にずっといる感じですね、うん、分かりました。じゃあとりあえず今回は初ということで金城君と一緒にやってきましたけども、この後いつものごとく、はい、漫画の単行本の紹介をしてもらいたいと思いますが、その前にちょっと今回長くなりましたので1曲挟みたいと思います、はい、ではここで1曲聴いてください。 H ジャングルウィズ T で Going Going Home。
あれみんな聞こえてるかな。イサさん、そしてシュウさん、きっと金城さんがプレゼントだねってシュウさん受けるんだけど。そうか、もしかしてサプライズかな。そういうことか。それだったら嬉しいな。さて本番があと30秒で始まりますね。また続きのジンクダさんの話したいと思います。楽しみにしててください。さて金城くん、引き続き曲を挟んで、残っていただきましたが、初よね。初ですね。ね、本当よね。音楽の後にいる。うんうん。いつもあの結構20、30分ぐらいまでずっと話をして、それで、そうですね、うん、曲とともにこの入れ替えをするんですけども、今日はちょっといます。うん、いてくれてますね。この後この金城くんの得意な単行本の話をして、 その後私が昨日ジュンク堂に行った理由を、そうですね、そう、金城君に話してないので気になると思います。もうあの金城君の大好きな単行本なので、多分分かってくれると思いますが、分かってくれなかったらショックです。なんだろう。では早速ですけども、金城君、今日のおすすめの単行本をお願いします。はい、と、うん、東京グールの実写の人、久保田正孝さん、ほい、ほい、この人が今日夜9時からドラマするんですけど、うんうんうん、それの主人公もしていまして、とこちら僕たちがやりました。でーん、僕たちがやりました。え、なんていうんですか、室田正幸、ごめんなさい、あ、久保田、久保田さん、かっこよくないですか。久保田正幸、あ、なにこれ、俳優さんの名前、俳優さんの名前です。そう、作者の名前一切言ってない。なるほど。ちょっとかっこいいなと思って、うんうん、作者誰ですか。僕たちがやりましょう。作者はちょっと見えない、うん、あ、見えないね。あの袋詰めされちゃってるから透明のね、見えないね。久保田さんの話をちょっとしたかっただけっていう、むしろ好きなんだ。結構好き。なんかさ、前キムタク好きって言ってなかった。キムタク好きはなんか多分ノリですね。一番好きなのはちょっと小栗旬とかですね。うん、あ、あのさ、小栗旬はさ、かっこいい、ね、じゃ あれは福山雅治はどう。わー、うん、まあでも、うん、いいなと思います。あの小栗旬ほどではない、ほどではないですね。なるほど、なるほど、そういうことね。そうで、あの、うん、今日夜9時から、はい、この僕たちがやりました、やるんですけども、うん、でこのちょっとあらすじというか、はい、なんか主人公高校生で、うん、なんか底辺高校、あ、ちょっと頭の悪い高校、なるほどなるほど、でその向かいになんかヤンキー高校があるらしくて、はいはい、でよくその底辺だってバカにされてるらしくって、うん、でそれでちょっと仕返しにというか、ヤンキー高校にちょっと爆竹をちょっと仕掛けて、なるほど、それでちょっと、うん、やっちゃおうということでやったら、うんうん、それが大爆発して、それで爆竹が、そう、うん、それで死人が出てしまった、そうですね、うん、それでちょっと脅かすつもりが人が死んだと、うんうんうん、それでまあ僕たちがやりましたというタイトル、なるほど、タイトルが僕たちがやりました。う、うん、で証拠とかが残らずに、ちょっと逮捕とかはされてなくて、うんうん、その4人ぐらいでその爆竹仕掛けるのをやるんですけど、うん、その罪悪感とかを持ちながら青春をちょっと過ごしていくみたいな話で、うん、あ、それが今日からドラマ化、今日からドラマ化スタート。前小栗旬のドラマやってたんですけど、うん、クライシスっていう、うんうん、クライシスっていう、それちょっと終わっちゃって寂しいなと思ったら、うん、うちのコミックがドラマ化、うん、よっしゃと思って、なるほどなるほど。僕たちがやりましたよしと思って、なるほど。そうなんですよ。え、今単行本自体は何巻も出てる、もう終わってるの。完結はしていて、うん、あ、そうなんだ。何巻だっけ。出たもん本当に。確か金城くん、うん、8、9、10どっちだったかな。こういうとこね、まあ、10巻、こういうとこ何、こういうとこちょっとね、いつも肝心なとこ押さえてこないっていう。おかしい、おかしい、金城くん。久保田さんのちょっと読み方、うん、
うん、ちょっと下なんて読むんだろうっていうところはちょっとメモに書いてきたのに、うん、なるほどなるほど、うん、手に書いてるんですけど、うんね、書いて何書いてるのかなと思ったら名前まさたかって読むんだと思いながら、うんうん、書いたのに何巻かっていうのをかん、うん、ちょっとメモってこないっていう、もう金城くんドラマの説明書が嬉しいんですけども本屋さんですよね、そうですね純駆動那覇店、この沖縄県でもとっても一番大きい本屋さんのスタッフだよね、そう代表してテレビ来てるのに、そうテレビの話しちゃうっていう、そう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 、この公共の電波を使って本の紹介してよ、そうですね、けど、うん、この道そのドラマを見て、うんうん、面白いと思ったちょっと原作も見てくれるかなっていうことで、その通りだと思います、もうちょっとそこでちょっとチャラにしていくスタイル、チャラにしていく自分で言うっていうね、チャラにしていくスタイル、めっちゃウケるわ、そう、はい、そうちょっと本の話もちょっとだけあって、はいはい、原作が金城正幸、あ、宗幸さん、宗幸さん、はい、あ、金城宗幸って書いて、あの、うん、金城って読むんですけど、はい、でこの原作の人があの神様の言う通りと同じ原作、うん、それは単行本、これも単行本で、うんうん、一時映画したの分かりますか、分かんない、分かんない、福士蒼汰が結構まあ1年経ちますかね、福士蒼汰が昨年の話だじゃん、それであったんですけど、うんうん、同じ原作者なんでちょっと、あ、すごいね、じゃあこの人ね、そうすごいんですよ、うんうん、ドラマ化されたり映画化されたりするんだ必ず、なので結構すごい人だなと、うん、今さっきその持ってくる前に気づいた、なるほど今日から夜の9時スタートする、ね、なんていうドラマでしたっけ、僕たちがやりました、これの、前の単行本の、神様の言う通りと同じ原作がこれはもう前回映画化されてるということ で、 そうです、映画されているので、すごいね、すごいな、この金城さんっていう原作の金城さんって方は他にも出してるのか、それともこの2冊っていうか、この自分はそのこれしか知らなくて、うん、かぶってるのが、はいはい、他にももしかしたら探したら、うん、あるかも、出てくるかもしれないね、うん、なのでちょっと、うん、神様の言う通りも結構人気出た作品だったので、だと思う、って映画化されたってことは、そうですね、やっぱり映画化されたりドラマ化されたりアニメ化されたりするとやっぱり単行本って売れる、だいぶだいぶだいぶですけど、一番はやっぱアニメ化が大きくって、ドラマと映画も多少ありますけど、やっぱアニメが一番バーって、 そうだよね、確かにその通りだと思う、だって今回後ほど話すけども、今回そういう理由で私買ってるから、そうなんですねアニメからですか、アニメ見てから買ったとかですか、そう、そうなんですね、うん、見るんですね、そんな感じでそもそも、はい、あ、じゃあもう、あ、そっか、もう終わりましたもんね、あ、そうですね、もう、はい、以上ですね、今日も純駆動スタッフの単行本担当金城くんのおすすめ単行本でした。さてですね、私が金城くんに言いたいことがあるんですけども、はい、言いたいことっていうか、実は私アニメを今期から始まった、はい、あ、じゃあ当ててもらおうかな、今期から始まったアニメで、はい、私それを、今週かな、今週第3話をやって、その3話を見て、はい、私もともと漫画すごい好きなのね、はい、で実家にはすごくいっぱいあるんだけども、沖縄に引っ越してきて買うのやめようと思って、あの、ね、溜まってしまうから、溜まっていく一方だし、あとどうせ買うんだったら同じのみたいに、実家にあるやつを見たいから、だから買わないようにしてるんだけども、今回のこの今期から始まったアニメを見てどうしても欲しくて、なんだろう、昨日を純駆動書店那覇店に行って、単行本コーナーのこのエスカレーター、あー、はいはい、降りて目の前にあるでしょ、はい、あそこのとこに1巻からブワッてあったんで、それをもうだよなと思いながら買いました。ちなみに7巻まで、あ、なになに、かけ狂い、正解、おっしゃーマジで見てるんですか、すごいすごい、俺も見てますよ、アニメの方見てんの、アニメ見てます、ま、本当、昔漫画見てそれで面白いと思ったんですけど、うん、全部は読んでなくて、うん、それでアニメするってなって、うん、なんかめっちゃやっぱ面白かったアニメだと、めっちゃ面白い、めっちゃ面白い、私結構アニメ好きで、一応ワン、なんていうの、今期のアニメとか前期のアニメとかって必ず全部目を通す、そうそうそう、実はものすごい全部目を通すっていうんで、今までずっと見て沖縄に来て8年間見てたんだけども、欲しいと思った漫画が、まあ今のところ進撃の巨人もちょっと欲しいかなと思ってるんだけども、まだ手を出していなかったんだけど、あのね、
絵も大事じゃん漫画って。そうですね、で進撃の巨人ってアニメの方がちょっと綺麗でしょ。あーなるほど、ね、だからあんまりちょっと進あなんていうの手が伸びなくて、でも今回かけ狂いはアニメも漫画もすごい綺麗じゃん。いい、ね、漫画あアニメすごいですね。アニメすごい、顔すごいですね、うん、本当に顔芸ね、顔芸、うん、いい意味でって感じですね。本当そう、はじめそのかけ狂いっていう、まあ、アニメを見たときに女性の顔たちの高校生の話じゃない、ね、高校生の子たちの女性の表情を見てうわなんかグロいと思ったんだけども そ,、ね、それがだん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 回を重ねるごとにだんだん欲しくなる。そうそう欲しちゃうの。あの顔やらないのかなってそう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 わかります。ちなみにもうホラー入ってますよね。入ってる、あの顔芸だけでかなりホラーが入ってるっていうか、すごいよね。いいですよね。なんか決め台詞になってますよね。ジャバミユメコですね。ユミコ、ユミコ、ユメコ、ユメコだね。ジャバミユミコ、ユメコ。いいですね。あの声優さんが好きな人なんですよ。うん、なるほど。あの方の素晴らしい。あの方の声優は素晴らしい。本当にも。もうそれでもっと思って、うん、見ようと思ったら、うん、見事に。よかった。すごいよね。なかなか漫画がアニメ化されてうまくいくってのってなかなかないと思うんだけども、成功例ってすごく非常に少ないと思うんだけども、かけ狂い素晴らしい ね, 面白いですね。かけ狂いは本当面白いんで、毎週土曜日ですかね、更新もかな。めっちゃ楽しみで、いや本当にヒロアカ見て、かけ狂い見て、うん、あ 何見てヒロアカデミア。あヒロアカそうそう、めっちゃ推しますよ僕ヒロアカデミアあのね金城くんね毎回僕らのヒーローアカデミアをね、僕のです、あ僕のヒーローアカデミアをね押すんですけどもね、面白いんですよ。面白いんだ。いや一回見たかな。あ見ました。あちょっと待ってちょっと待って違うな、うん、今2期やってました。もう2期やってんの。あじゃあ違うかもしれない。シュウさんわからない、匿名シュウさんは、あのねかけ狂いっていう、あの高校生の子たちが学校内でかけギャンブルをするって話なんだけども、そのギャンブルを狂っているって意味でかけ狂い。そうですね。いやぜひねあのアニメで見てみてください。土曜日の土曜日にあの確かやってるはずね、うん、更新されたの見てます、うんうん、土曜日の夜にやってるのをちょっとよかったら見てみてください。かけ狂い女性のね、なんか私ねあのギャンブルのやり方とこのどん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 このジャバミユメコがこの上からどんどんそうそうそう、なんつうの押していくでしょ人を、うん、鼻をへりおる感じじゃん、この調子に乗ってる子たちの。多分あれも含めてあの気持ちいいんだろうなっていう、見てる方側がめちゃくちゃ。今回あれでしたよね、うん、3話見ました。もちろんです。あけどこれネタバレになっちゃいますかね。あ全然いいですよ、ネタバレしましょう。いいですかね、全然いいですよ。今回負けちゃいましたね、うん、ギャンブル。なんだっけ、生徒会長の生徒会長のこの糸目の女ね。そう糸目の糸目の糸に糸目に糸目に、目は目ね、愛の目の女っていうこの和服を着た女性、着物の女性。なんか糸目の人もなんか負けたと思ったけど、うん、生徒会長の、あ生徒会長、そう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 、なんか生徒会のグループの一人で、うん、その糸目の人が、そう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 、で生徒会長が来てなんか、うん、なんていうんだっけ、勝ってたっていうか、あそうあれはなんていうんだっけ、二人して忘れてる、このイカ様、そうイカ様、このかけ狂いのいいところって必ずイカ様があるじゃない。絶対イカ様してます。そのイカ様をどう見抜くかっていうのがジャバミユメコが、ユメコすげえ、ユメコすげえ、ほんとユメコすげえマジで、ユメコすげえって見てて。えちなみに金城くんはこのかけ狂いの漫画は何巻まで見たの昔、はい、漫画でも全然 1,2 巻とかなんで、うん、これから普通に楽しみで、それがいいと思う。ストーリーもわからない、うん、糸目のとこはまだ知ってるんですよ。あそっか、そう実はね、そう第3話までね、1巻までだった。あーそうですね、うん、1巻の載ってる内容が第3話までやってて、で今第7巻まで、あ全7巻、そうだ、ね、7巻まである、うん、7巻も出てて、今私どうなんですかね今後ね、え す,、ね、すごく楽しみで、で私先走ってあの3巻まで見てしまったのね。あなるほど、ちゃんとアニメ見た後漫画見てっていうやり方なんですね。あの7巻まで買ってしまったもんだから、ちょっとつい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 めくってしまった、そうついつい行ってしまって、どうしようかと思ったの、あの見るかどうか、なぜならば終わってしまうから、見てしまったら、そうなんですよ、そう終わってしまうから終わってしまうから、見てしまったら終わっちゃうから、どうしようかなと思ったんだけど、やっぱり良かった、見て2巻3巻まで一気に読んでしまったら、ほら楽しみがなくなっちゃうから、そうなんですよ、1日2冊までって決めて、で2巻、今1巻はもう丸すぐ見たから2巻3巻って見たんだけど、まあ面白い、面白いです、まあ面白いです、本当にぜひ皆さんアニメかけ狂い見てみてください。もう一人もとってもおすすめです。
そんな感じで、うん、わ、嬉しいわ、本当に。よかった、自分も見てるやつでよかったって、うん、いや、でもね、絶対見てるだろうなと思った。あ、そうなんですね、うん、なんかね、自信、確信があった。確信があった、うんうん。そして先決からインサーさん、ありがとうございます。進撃は漫画の進み具合にアニメが追いつかない。その通りですね、クオリティ上げてるからだねっていう。そうなんだよね。だからあの、私も実は進撃の巨人ってアニメしか見てなくて。あ、そうなんですね。漫画だともう随分進んでるみたいね。そうですね、25、6巻。あ、ちなみにアニメだと何巻ぐらいまで？けどアニメ自分見てないんですよ、進撃実は。ね、じゃあ今ね、今第2シーズンが終わったばっかりなんだけども、うん、村のエレンが連れ去ら、はい、あと誰だっけ、あの男の子2人、あの巨人になってしまった。自分エレンが巨人にした、うん、エレンの巨人じゃなくて、同じ仲間に。わかんない、男性、見てないんですよ。あれ、違う違う、漫画は全部見てるんでしょ。いや、漫画見てないです。ああ、なるほど、二十何巻も出てるよってことね。出てるよっていうだけなんです。そっかそっか、進撃見てなくって。 あんまり興味ない。だから来週までにじゃあ見ます、うん、どっちか見よう。アニメだったらまだ一期、今2期が終わったばっかりなん で、 あ、そうですね、アニメの方がでも入りやすいかもしれない。絵が綺麗だから。そうですね、うん、アニメ見て、自分アニメから見て漫画買っちゃうっていう、うんうん、いや、私の今回の掛け狂いがそうじゃないですか。そうですよね、うん、完全に。第2話まで、第3話だけ見てアニメ買う人、あ、漫画買う人はなかなかないよね。そうですね、全話見て、大体全部見て、うんうん、あ、買おうかなと思うのに、うん、第3話、2話まで見たときに、あ、どうしよう、漫画欲しいな、漫画欲しいなと思って、第3話見たときに、うん、イトメンの女を見たときに、あ、買おうと思って。で、何巻まで出てるかって知らなかったのね。はい、多分3、4巻かなと思って、で、しかも、ちょっと普通の単行本よりも大きくて、うん、1冊581円だったので、うん、で、税込みで多分600円ぐらいだよね。なので、うわっと思って、で7巻だと4000円、そう、ちょっといくでしょ。で悩んだんだけども、いやー、これはもう買わないと無理だなと思って1巻から7巻まで大人買いしていましたけども、全部見た後自分買うんで、うん、アニメを、うん、そう、うん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 、けどまあ早めに買ってよかったんじゃないですかね、うん、その終わった後みんな買っちゃうんで、うん、もう売り切れて、うん、なるほどなるほど、なくなるとかもあるんで、うん、確か今その出版社も確か在庫がなかった、うん、あ、本当に、うん、だってさ、あのジャバメユミコに、はい、ユメコに会いたいの毎日わかるかな、お家にいるの、いつも帰ると、帰るといる、夢子がいるの、いつもその状況が欲しかったの、どうしても。どういうことですか。あ、本がってことですね。そうそうそう、単行本が お店他に何があるのね。なんかもう、そうそう、うん、あ、夢子のなんか、うん、うち等身大ぐらいの大きさのパネルみたいなのあるんです。欲しいです。胸にミケってつけ て欲しいです。そう、持っていってください。じゃあやったそれかもうこっちに置いたらいいじゃないですか。ゲットゲット、お願いします。やった。そう、どうせ、あの、捨てちゃうんで最後は。そうなんだよね、うん、あと倉庫にもね、何人か眠ってるって言ってたもんね。そう、なので、うん、もう欲しいです。ゆめこさん欲しいです。ぜひぜひぜひ。やった、行ってみるもんだ。近所キュンとのお約束ということで。やったね、近所くん、ありがとうございます。そんな感じですね、うん、運んでいきましょうね。お、本当ですか。うわ、嬉しい。あの、はい、ぜひお願いします。このカメラ映るように後ろを置いて。そうしよう。 そう、うん、そしたら私も毎回、とりあえず終わってからだよね。そうですね、ね、あの期間、この期間か何かがあると思うんで、3ヶ月後くらいですかね、ワンクール。本当よね、ワンクールが終わってから私は夢子と一緒に常に喋るっていう。わあ、めっちゃ嬉しい、夢子に早く会いたい。そのぐらい大好きで、本当にもう。いやー、でも本当面白いんで、うん、ぜひぜひぜひ。本当よね、うん、本当に、あの、掛け狂いよかったら本当にアニメで見てみてください。そう、ぜひ。声優さんも半端ないよね。そう、やっぱ早見さん、早見沙織さんっていう方なんですけど、うんうん、めちゃくちゃうまいですね、うん、あの他の方たちも素晴らしいじゃない、本当に。でもやっぱり何かと、もうなんか絵もすごいですし、本当そう、あのアニメーションもすごいし、声優陣もすごいし、もう本当に言うことなしっていう、パーフェクト。そして内容も面白いっていう。ぜひぜひ。七巻なんで、その大人買いしやすい範囲なんで。その通りだよね。そう、うん、4200円だったかな。ぜひぜひですよ、うんうん、自分今から東京グル全部買わなきゃいけないんで。東京グルは何巻も出てんの。いや、もうその RE 含めると25冊。なるほどなるほど。わあ、ちょっと痛い、うんうん、痛いね、ちょっと痛いね。だいぶですね、うん、でちなみに、あの掛け狂いの上に、上っていうか、その先に置いてあった掛け狂いなんか番外編みたいなのあったんだけど、 あれ何、ね、確かあの第1話で戦った、うん、あの金髪の人、あの女の子ね、金髪の子なんだっけ、ね、昨日見てたのよ、私昨日見たのよ。何でしたっけ、ね、なんだっけな、3文字、沙織、沙織じゃなくて、なんかそんな感じ。
その人が確か入学した時に夢子みたいな感じで強いやつを倒してちょっとドヤってする話だったと思います。確か、なんかね、全部で4巻あったけども、確か4巻までツインみたいなタイトルですよね。そうって書いてる。そう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 。でもあのね、すぐ気づいたんだけど、さ、あの絵を描いてる人は作画が違った。あ、俺気づいてなかった。あ、違いましたっけ。私、作画が違った。原作はもちろん、作者は一緒なんですけども、うん、作画が違った。描いてる人が。パッと見て、あ、目が違うと思って。で、調べたら、あ、違うんだ、描いてる人と思って。もう気づかなかった。ちょっと帰ってから見てみて。うん、ちょっと違う人が描いてるんで。あ、そうだったんですね。ちょっとね、あれはショックだったね。やっぱり同じクオリティで欲しいよね。そうですよね。うん、同じ人描いててほしいですよね。本当に本当にその通りだと思います。ちなみに、他に何か見てたりしますか？アニメ、今、今期のアニメ。今期でも前期でも。ですね。あ、今期だったら、メイドインアビス。あー、1話しか見てないです。あ、まだ2話ぐらいしかやってないんじゃないかな。多分今週3話だと思うんだけども、見てない。メイドインアビスはさ、あの要は冒険ものじゃん、ね、ファンタジーの、もうあれ大好きで、今後視界、あの不快に、なんていうの、深海に穴開いてる話でしたよね。そう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 、アビスって穴でしたね。そう、直径1キロの、深さ、穴が開いてるんだよね。村に突然穴が開いてて、直径1キロの深さは未定っていう。そこに何があるかわからないのを探っていくみたいな話ですよね。あれアニメするもう何年も前から結構人気で。あ、そうなんだ。今6巻ぐらいまで出てって。あ、本当？それでなんか結構売れてたんですよ。それでなんだろう、これ面白いのかなけど、その買いたくねえなって思ってて、そしたらアニメ化したんで、見て面白かったら俺も買おうと思って、まんまとそのね、カスタマーサイドの人になってるっていう。そういうことだよね。お客さん目線。はいはい。あのさ、アニメ、絵がすごく素敵。ファンタジーっていうか、なんかすごい、なんか等身、なんか二等身ぐらい。そう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 。二等身。キャラクターの子たちが、二等身の話で、景色とかがすごい綺麗で、ちょっとなんつうの、パステル調の感じのアニメなんだけど、多分漫画もそうなのかなって思うんですけど。そうですね、あんな感じで。そう、メイドインアビスと、あとね、今期何見てんの、あと掛け狂いと巨人終わっちゃったでしょ。あとね、結構今期面白いのあるよ。あ、何がありましたか。ちょっと調べてもいい？ちょっと調べるからその間で喋ってて。嘘嘘。今日ね、今日は1時間まるまる金城さんとお話しようかな、せっかくなんで。ですね、まずね、私がすごく好きなの、今すぐ出てきたんだけども、ですね、これだな、メイドインアビスと、あとね、前回正解する角ってわかる？前期のアニメで正解する角っていうのあったんだけど、わかんないか、そっか。あ、本当？じゃあいいです。あ、でもこれどんなかな、メイドインアビスがすごく面白くて、あとね、キャッスルバニアっていう。うわ、ダメだ、俺全然ついていけてない。あ、本当？全部は見ないんですよ、ピックアップしてというか、自分がコミック担当なんで、そのアニメ化とか帯とかに書いてたり、ポスターが来たりして、あ、面白そうだなーっていうのをちょっと見たり。でもなんかキャッスルバニアは多分日本っぽくないかな、なんか絵がなんか向こうのかもしれない、なんかなんだっけ、あ、向こうのやつなんて言うんだっけ、なんだっけ、アメコミじゃなくて、なんかアメコミみたいな感じのやつ、なんだっけ、キャッスルバニアって言って、吸血鬼の話なんだけど、それがちょっとだけ面白かったかな。あとね、異世界食堂。あー、見てます。あー、本当？異世界食堂面白いよね。面白いですね。今2話かな、2話ですね、2話かな、面白いです。あれなんかお腹空きますね、見てると。そうだね、あの、美味しそうな料理めちゃくちゃ、そう、いわゆるお食事をね、そうですね、提供してるよね、異世界でお食事を、そうそう、あの扉が出てきて、突然1週間に1回違うところに扉が出てきて、その扉を開けるとその異世界の食事が食べれるっていう。あ、なんか、現実世界の食堂の扉と異世界がつながってるみたいな話で、異世界の人がちょっと現実世界に、現実世界の料理を食べてめっちゃうまいっていうのを、そうそうそう、ひたすら見るアニメなんですけど、そう、それがね、面白いですよ、これ、本当に異世界食堂面白いなと思って、これも文庫でうち置いてるんですよ、うん、うちの3巻までありまして、はいはい、これもさっきあのミスティさんが買ったのフェアの、そのエスカレーターのところの棚に置いてますので、異世界食堂ぜひぜひ。あと絵もすごく素敵よね。あ、いいですね、あれ、絵はやっぱりすごく大事だなと思うんだけども、あと必ず私毎回見てる、今ね第6期
やって6期がね、6期っていうかね、6が終わったばっかり。なんだ、え、シーズン6が終わったばっかりで、定休とかです、ん、定休、あ、違うか、6期、定休、うん、違う、6期、今ね、そう、アニメで第6期が終わったばっかり。漢字で6って書いてある。漢字で 6? 漢字で6、1から6やってて、だいたい毎回10、12話かな。なんだろう、2シーズンぐらいやるかな、なんだろう、2クールぐらいやるかな。 6? なんだ、当ててみてください。全然わかんない。いや、絶対わかるはずよ。なんだろうな、ね、じゃあヒントね、ヒント、ね、キャラクターが、はい、グッズで爆発してる。キャラクターがグッズでバカ売れしてて、男性も女性も好きな人結構多かったりするし、1から6、うん、今1から、あの漫画は分かんないよ、うん、アニメでは今6が終わったばっかり。 6期ってことですよね。6期が終わったばっかり。そうそうそう、随分長いよね。多分なかなかないと思う。で、終わりのない多分ストーリーだと思う。いくらでもできるストーリーじゃないかなと思うんだけど。で、キャラクターがちなみに猫です。ん、猫の二頭身ぐらいの猫の三毛猫のキャラクターのグッズがすごく売れてるっていう、その単行本のランキング、キャラランキングでも第1位を取っているっていう、なんだろう、2位の子が主役の男の子って、主役の男の子高校生かな。なんだで、その男の子の、男の子は昔小さい頃両親を亡くして親戚のうちを転々として今は藤原家に一緒にいるっていう。あ、もう近所さん、ちょっと近所さん、この漫画自体わかんないのかもしれない。もしかしたらわかんない、うん、ね、夏目友人帳です。あー見てない、見てないんですよ、見てない。あ、でもけどにゃんこ先生のぬいぐるみお家にあります。見てないのに、見てないのににゃんこ先生のあるんだ。うわー、見てないです。今もう第6期が終わって、6期ってもう長いじゃないですか、うん、だから、うん、1話から追うのがあーと思って、うん、あのね、見れてないんですよ。1話からね、追える人は羨ましい。そう、むしろ遠すぎて、もう、うん、わかるわかる。なので見れてないです。でもね、なんていうの、次がすごく見たいっていう内容じゃないので、一回一回が結構泣ける。あ、そうなんですね。そう、だから時間があるときにパッと見て、でまた続きを見るっていう感じの、感覚。そうなんですね。だから全然いいと思うんだけども。でも言うて自分ナルト最近1話から全部見てて、うん、アニメでめっちゃ長いですよ、もう何百話ってあるんで、でまだ半分くらいなんですよ、原作の。あ、そうなの。ちなみに漫画って何巻も出てんの。これも81とかで、でボルトっていうのがまた新しく始まってて、うんうんうん、半分くらいなんですよ、その自分がアニメで見てるとこが。今年中に見れるといいなって。でも楽しいよね。けどボルトに引き剥がされていくんですよ。ボルトがどん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 進んで、あ、そう、あ、もう原作買おうみたいな、うん、そうなるよね、本当にね。遠すぎるんで、うん、面白くて、やっぱさすがジャンプのその最強漫画だなと思って。あ、そうだね、面白い。うん、その通りかもしれない。ちょっとじゃあ金力君、ここでコマーシャル聞いてもらっていいですか。はい、はい。最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょ。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまいもデージなってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。問題、1たす2は3。いいえ、1たす2はジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください。 1+2+ ジスタス。金城くん、あと1分半ほどでエンディングに入りましたけども、はい、今日は1時間お付き合いいただき急遽ありがとうございます。急遽ですね、うん、あのね、本当に多分かけ狂いから多分金城くん漫画の話で盛り上がってくるだろうなと思って。そう、見事にはめられました、ね、
次別のコーナーでも、うん、そのなんかありましたよね確か。そうそう、漫画アニメ好き勝手っていうコーナーがあって、そう、それその話でしたね、うん、完全に。そう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 、うん、今日はでも先週あの違う金城くんが来た時に、はい、来週はあの金城くんですよって言ってたから、あ、なんかなんとなく私の中で、あ、じゃあ来週こんな感じにしようって、あ、なるほど、決めてたんでも。なるほどなるほど、よかったです、本当にできて。いや楽しかったです、ね、本当ですか、ありがとうございます、本当にもいつもいつも。皆さんは大丈夫なんですかね、ツイキャスの皆さん。うん、大丈夫と思いますよ、うん、楽しく聞いてくれたと思います。こんな話になってますけど。金城くん、金城くんが心配してますけども、よかったら皆さん大丈夫だよと一言言ってあげてください。まあ、今後もこんな感じで、うん、ぜひぜひ、もちろんです、うん、おしゃべりします。また掛け狂いだったりの話しましょう、うん、ありがとうございます金城さん。今日も純駆動那覇店の、単行本担当金城さんと1時間お付き合いいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、ミッチとタイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、水曜日午前11時にお会いしましょう。またんあちゃーやーたい。うん、お疲れ様でした。楽しかったよーって術中にハマった金城くん。すぐ分かったね。よかった。一番本気面白いと思う。いつか持ってこようかなっていう。そうだね。そうだね。大丈夫です。はい。ありがとうございます。あ、もう終わっちゃうかな。絞ってからの、絞ってからの、行きまーす。曲が終わってからのバリスタ。今日はね、ファミリーマートのバリスタ行くか。金城くん、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ほら、イーサーさんが変なこと言うから中途半端にバリスタやっちゃったでしょ、本当に。お疲れ様です。本当にもう。あ、大丈夫。おうおうおう、東京グール忘れとこうってよく思い出した、うん、逆にいらない。ねえねえねえ、本当に本当に夢子、俺の夢子、うん、俺の夢子、後ろに書いといて、ミッチーってタイヤガさん行きって。紙貼っといて、付箋かなんか。うわ嬉しい。持ってきますよ。いや本当に欲しい、めっちゃ欲しい。こんな感じで持ってきますよ、絶対、うん、とりあえずこっち持ってきて、うん、持ち帰るか置くか任せます、うんうん、持ち帰るよね。やった、ゆめ子が手に入る。え、なに？テレが入っていて63点。あ、違うか。イーサーさん。お、すげえ！イーサーさんとタツさん同じ63点だ。まさかの。そんなことってあるんだ。そして時間が、あ、まだ時間あるね。すげえ、サボさん。今日は35点。うん、いいよ。すごくいい。私もそんな感じ。もう点数なんて気にしてないし。ウケる。あのタツさんとイーサーさんが同じ63点っていうね、ウケるわ。イーサー、なるほど、ゆめ子が気になってしょうがないんだ。あー、おかしい。ジャバミ、ジャバミゆめ子、まあ、最高だよ、マジ最高、本当にぜひ見てもらいたいね。あの家計狂いね、かける、ギャンブルの賭けっていう感じの賭に、毛狂いはカタカナ、賭け狂い、まあ、まずまず見て、まずあの最初は先ほど言ったようにこの顔芸がちょっとこのリアルすぎてグロく感じるかもしれないけども、だんだんね2話目にしてそれを欲するようになるから、こっち側が、私たち側が、あの顔今日やってくんないのかな、ジャバミユメ子そんなに可愛い顔してるのにあの顔してくんないのかなってなるからね。ぜひ見てアニメを。ぜひアニメ見てもらいたい。ねえねえサボさん、鬼太郎の夢子しかわからんって、まあ似たような感じかもしれん。いや全然似てないけども、家計狂いのジャバミ、ジャバメ夢子です。まずね毎週土曜日の夜やってるみたいなんで、家計狂い見てみてください。今ね3話までやってる、あとね単行本は第 7巻まで出てるんで、よかったら見てみてください。そして今日も皆さん1時間お付き合いいただきありがとうございます。ツイキャスの方を終わりたいと思います。次の番組始まるんで、ではまた明日。
皆さん点数もありがとうございます。サイナリーポチッと。そしてユーストリームも終わりたいと思います。皆さんいつも昨日さユーストリーム終われてなかったね。今日は純駆動さんと喋れてよかったです。ありがとうございます。